でですね、はい、まず様子ね、はい、うんちはでもね、やっぱ少ないですね、5つぐらい、5つぐらい、うん、で、すごい血平がいっぱいついたじゃないですか。あ、はい、で私、目薬、抗生物質の液体の目薬と、うん、軟膏の目薬を、うん、血便の周りとこういうところに塗って取れましたわ。あ、取れました。で、出血はしてない。あ、してない。だけど目の表面がひどいことになってる。あ、本当ですか。うん、要はあの目の表面ってさ、普通なんていうのかな、フラットじゃない、あの透明じゃないですか。あ、はい、角膜ってもらったら、うんうん、それがね、ひどいことになってますね。あの子の左目の方だよね、うん、そう、こうやって中ね、ぐじぐじなってます。ということは多分これ角膜、目の表面の角膜が立たれちゃってるんじゃないかな。それは自分で引っかいてとかわかんない、引っかいてなったのか。でも多分そうじゃないですか、引っかいたんですよ、相当。こっちの目もね、ちょっとおかしいですよ。右もおかしいんですよ。そう、右は今週の違う病院のところで白内障があるって言われました。うん、これ目ってさ、こう真これ、ま、真正面から見た感じね、うん、真横から見るとこんな感じになってるのかな。ここが目の表面だから、ここの表面ね、だからここが角膜ですね、うん、で、あのその後ろに虹彩、これ伸びたり縮んだりして、うん、でその後ろにこれがレンズなんですね。だからこれが白いと白内障なわけ、うん、でこのレンズを支えてる、これが何だっけ、毛様体、毛様体、それで虹彩と毛様体とつながってるこの膜が、脈絡膜って言って、うん、でその上にあの網膜が乗ってるんですよ、うん、でまあ神経が、視神経が真ん中よりもちょっと下の辺に来てるわけですね、うん、でレンズが白くなってるのかどうか、なかなかさ、ラットでは確認するのは難しいんですよ、うんうん、確かになんか見た感じなんか変な感じなんですけど、うん、そこまでしか私は見れんかったんですけど、うん、でこちら側は目の表面が明らかにこうぐちゃ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 、だから角膜がさ、角膜炎だけじゃなくて傷ついちゃってるんじゃないかな、うん、もしかしたらね、目の中のものが出てきちゃってるのかなと、うん、そんな感じに見えました、うん、でまあそれをさ、うん、治せと言われてもちょっと難しいし、この子の年齢がさ、うん、もうじき2歳でしょ、うん、だからで一般上で今落ちてるでしょ、うんうん、こんな風な目はやるんだったら眼球摘出なんですよ、うん、だからそんなことを今やれる状況じゃないからさ、うん、まずは一般状態を高めるということを、うん、第一目標に、で点眼はなんとか嫌がるけどやらせてくれる、栄養補助はなかなか難しいですが、ハムスターのペレットは食べたんですね、うん、ちょっとだけ食べました、うん、で、そうそう、ご飯を味わいたいんですね、はい、で、もともとの本当のこれがいつも食べてる、いつも、あ、これ、これ、あ、こんな形なの、あ、そうです、これラット用のやつ、ラット用のやつ食べるときでこれ何個食べるんですか。よく普通に食べてるときは何個食べてました。一つかみ分なので結構な量食べると思います。で、ここ最近はどれくらい食べてるの。一つかみ分いつも曖昧なんですよ。曖昧なの。じゃあちょっと、じゃあまずさ、はい、よく食べてるときの量ちょっと、はい、大体です、大体これくらいは食べるときは食べてるよみたいな。あ、十分、もっと食べる。あ、結構食べます。食べるときで、うん、今回は、はい、なるほどね、12グラムぐらい食べたわけね。結構食べます。なるほど。で、ここ最近は何グラム、どれくらい食べてるの。昔
半分以上は、まあ、感じですけどね。こんくらい、もっと少ないかもしれない。あ、本当、最近こんな感じ。多分こんくらいだと思う。じゃあ4グラムぐらい。わかりました。じゃあ5グラムずつ入れよう。高瀬真君、これ5グラムずつ入れて、5グラム入れて。5グラムの中に、うん、はい、じゃあとりあえず5グラム入れます。で、食べれば出しますので、はい、で、まあそれとさ、場所が変わってるじゃないですか、はい、お家とここと、うん、ここに慣れるまで、うん、っていうのがちょっと時間はもちろんかかると思うから、うん、一回ちょっと出してきますよ、はい。